神秘の世界へご案内いたしましょう。それをもうあのもう滝に浸かってるとね、もう一心不乱からもう一生懸命拝んでますから、それと時間を気にせずか忘れてやりますもんですからね。でまあどういうことかと申しますと、やっぱり人間ですから生身の、ね、ないですから、やっぱり冷たいとか痛いという感覚だから、もうそれ通り過ぎますと無感覚というか、もう冷たいとかそういう痛さも忘れてね、水が体の中を通り抜けているかごとく、わからないですね。あっちの竹に下に近づけば、中天から落ちてくるあの竹のお水はまさしく神々の世界から甘く立ってくる水じゃなかろうかと、水であると考えたんですよね。おのおの受ける感じは違うと思いますから、何かがあると、何かを求めて一回来てみなさいと、小銃捨てをわからないと、私もこれ以上説明はできませんと申し上げたんです。それが結論ですけど。熊野信仰の原点は何かというと自然崇拝ですからね、はい、熊野というところは祈りの道と言われましたね。大きな木を見る、あるいは大きな滝を見る、大きな石を見る、すべてそういうところには神様が宿る場所として崇拝されておりましたから、すべて祈りの道ということになるんですね。何かこう神様の非常に力をいただいているようなね、不思議な世界ですね。